山の人生柳田国夫十六昔話の中にも折々同じ例を伝えているためにかえって侵入る人が少なかろうかと思うがこれはすでに 二十年近くも以前に筆記しておいた陸中南部の出来事であって、この小さな研究と深い因縁があるゆえに、今一度じっくりと考えてみようと思うのである。ある村の農家の娘が栗を拾いに山に入ったまま帰ってこず、親はもう死んだものと諦めて、 枕を片城に葬式を済ませてしまってまた二三年も過ぎてからのことであった村の狩人が御用さんの中腹の大きな岩陰においてこの女に行き合って互いにびっくりしたという話である女が言うには あの日に山で恐ろしい人にさらわれ、今はこんなところに来て一緒に住んでいる。逃げて帰ろうにも少しも隙がない。そういううちにもここへ来るかもしれない。どんなことをするかわからない。というので、ろくに話も聞かずに早々に立ち退いてしまったということである。その男というのは、 全体どんな人かと狩人が尋ねたところ自分の目には世の常の人間のように見えるが人がどう思うかはわからないただ目の色が恐ろしく背丈がずんと高い時々は同じような人が四五人も寄り集まって何事か話をしてまたいずれかへ出てゆく 食べ物なども外から持って帰ってくるのを見ると、町へも買い物に行くのかもしれない。また子供はもう何遍か産んだけれども、似ていないから俺の子ではないと言って、殺すのか捨てるのか、皆いずれかへ持って行ってしまった。このようにその女が語ったそうである。 山が同じく御用んであるから一つの話ではなかろうかとも思うがあるいはまた次のように話すものもあった。女は狩人に向かって「お前とこうして話しているところもし見られたら大変だから早く帰ってくれ」と言ったが「出会ってみた以上は連れて帰らねばすまぬ」と。 漁師は強いて手を取って山を下りようやく人里近くなったと思う頃いきなり後ろから恐ろしい背の高い男が飛んできて女を奪い返して山の中へ走り込んだとも言っている。明治維新前後の出来事であったらしくまだその娘の男親だけは生きていると言って 家の名まで語ったそうである。これだけ込み入ったかつ筋の通った事件は一人の狩人の創作とも思われぬはもちろんよもや突然の幻覚ではなかろうと思うがそれを確認させるだけの証拠も残念ながらもう存在せぬのである。 ただ少なくとも、陸中御用さんのふもとの村里には、今でもこれを聞いて少しも疑わぬ人々が住んでいることだけは事実である。そうして彼らがほぼ前の話を忘れようとする頃になると、また新たに少し似たような話が、どこからともなく伝わってくるのである。 右の珍しい実例の中で、ことに自分たちが大切な点と考えるのは、不思議な神山の婿の談話の一部分が、神隠しにあった当人である女にも意味がわかっていたということと、その機械な過程における男の嫉妬が極端に強烈なものであって、我が子をさえ信じえなかったほどの不安を、 与えていたこととである。すなわち彼らはもし真の人間であったとしたら、あまりにも我々と遠く。もしまた神か魔物かだったというのであれば、あまりにも人間に近かったのであるが。しかも山の谷に住んだ日本の農民たちが、これを聞いて信じたとすれば、 必ずしもただの白地生むとは言えない文化的背景があると言えよう。現代人のものを信じざる権利は決して根強い全民衆の迷信を無視し得るまでの力には至らないのである。かつて三河の保育軍の村で タヌキが一人の若者に取りついたことがあった。狐などよりは口軽く、むやみに色々のことを喋るのが、この獣の特徴とせられているが、この時も問わず語りに、俺はこの村の誰という女を山へ連れて行って女房にしていると言った。でたらめかとは思ったが、 実際ちょうどその女がいなくなって、しきりに探している際であったゆえに、このたぬきつきの若者に、根掘り葉掘りして隠しておくという場所を問いただしてみると、もしやというので山の中を探してみると、果たして岩穴の奥に、その行方不明の娘がいたということである。 この話をしてくれた人も、その娘自身のことは聞いてはおらず、また強いて詳しくその点を極めるまでもないかもしれぬが、風雪にもせよ、世を避けて山に入ってゆく若い女を、一種の婚姻のごとく返する習わしは、広く行われているので、それが不条理であればあるだけに、 そこに隠れた最初の原因がことに学問として尋ねてみる価値を生ずるのである。猿の婿入りの昔話は前にすでに対応を述べておいたがこれにも欺き仰せて無事に帰ってきたという童話形式のもののほかに。 とうとう娘を取られたという因縁話も伝わっている。竜者の婚姻に至っては、末え遂げて再び帰らなかったという例がことに多い。黒髪長く、その身の清らかなるもの、何人もこれを愛好する。弱い盛りにして骨然と身を隠したとすれば、人にあらずんば、 何か他の者がこれを求めたと推断するが自然である。特に山男の場合に限って目するに現実の遭遇をもってする理由はないのかもしれぬ。ただ世界の諸民族に共通ないわゆる「美女と野獣物語の」のこれが根源の動機をなすかのごとくと勘とすることは想定だと思う。 また今日までの資料では、強いてその見解を立てるだけの勇気は自分たちにもまだないのだが。ただ注意してもよいことは、日本という国には近世に入ってからもこの類の話が特に数多く。またしばしば新たなる実例をもって古い伝説を保証しようとしていたことである。 普通の場合は、俗に見入られたとも称し、女が何かの機会に選定を受けたことになっており、伊豆の三宅島などには、山に住む馬の神が見入ったという話もあって、素朴なコーヒーは諸国に多く。そうでなければ、不思議な因縁が、その女の生まれた時から付きまとい、または、 新たなる親の約束などがあって自然にその運命に向かったように語り伝えている。これに反して別に我々が聞き得たる近年の例は全く偶然の不幸から略奪せられて山に入ってゆく実例である。 そうしていかにも人間らしい強い執着を持って愛せられかつ守られていたというのである。それを単なる昔話の列に押し並べて空想豊かなる神塚が勝手な尾ひれを付け添えたかのごとく解することは少なくとも私が集めてみたいくつかの帽子が。 断じてこれを許さないのである。